こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。チーソミア破棄を決定した韓国ですが、アメリカが再度終了決定に苦言を呈しました。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。ジーソミア終了に対する批判発言自制しない。米国国務省が韓国政府の韓日軍事情報保護協定ジーソミア終了を再び批判した。国務省報道官室の関係者は11日現地時間、ジーソミア終了決定後、北朝鮮のミサイル発射などに対処するためにどのような影響を受けているのかという米国の声 VOA の質問に、米国はこの決定が米国と同盟国の安全保障利益にマイナスの影響を与えるものであり、北東アジアで我々が直面している深刻な安保的挑戦に関するムンジェイン政府の深刻な誤解を反映しているという点をムンジェイン政府に重ねて明らかにしてきたと述べた。この関係者はジーソミア終了後、韓国が北朝鮮のミサイル発射状況を正確に把握し分析するために以前よりも困難を経験しているのかという質問に、韓国政府に聞いてみてと答えた。これに先立ち、韓国の外交当局は8月28日ハリー・ハリス駐韓米国大使を呼び、ジーソミア終了決定後米国が韓国に失望や不満を相次いで示していることについて遺憾を表明し、これを自制するよう要請したことがある。しかし、匿名を要求した国務省の関係者は VOA との通話で、我々は決してそのような発言をやめないだろうと述べた。一方、北朝鮮は10日今年に入って短距離弾道ミサイルや放射砲など様々な飛翔体を10回撃った。北朝鮮の朝鮮中央通信は11日、金正恩が9月10日、超大型放射砲試験射撃を再び現地で指導したと報じており、発射シーンと発射後に撮影したと思われる写真を複数枚公開した。北朝鮮が公開した写真を見ると、試験発射を終えて撮影されたものと推定され、リムーバブルロケット TEL に搭載された全4つの発射管のうち、3つにはギャップ、蓋がなく、1つのギャップはそのまま残っていることが確認できる。それでは、韓国国民の反応です。ムンジェインを弾劾しましょう。ムンジェインは、経済と政治を混乱させたが、米国の奴らに対する態度はムンジェインが正しい。トランプは大馬鹿者である。なぜ我々の鉄国である日本と一緒になり、ロシアや中国と戦わなければならないのか。北韓は原爆がなければ何の力もない。米日は3発撃ったと発表したが、我々は2発と発表。高度や着弾点も正確にわからないという。どうでしたか。ムンジェイン大統領を批判する点では共通していますが、韓国国民の意見は二分していますね。韓国にとってマイナスでしかないジーソミア破棄ですが、北朝鮮のミサイルも正確に把握できなくて大丈夫ですかね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。